今ですね、MacBook のデスクトップ見ていただいてますが、5つのバーチャルマシン、それぞれ起動していますが、それぞれのバーチャルマシンで異なるハイエンドの Windows アプリケーションが起動している、稼働しているというところが見ていただけるかと思います。少し具体的に見てみましょうか。これはどういったアプリケーションなんでしょうか。はい、これはですね、RTT 社のデルタジェンというアプリケーションのリモート化をご紹介しています。このアプリケーションはですね、多くの車の会社、自動車の会社が使っているんですけれども、こういうですね、デザインをリビューする、しかも本当にフォトリアリスティックな詳細まで分かるようなデザインをリビューするようなアプリケーションです。でほとんどというかもう全部そうなんですけれども、デスクトップのワークステーションでそれを実現しているというアプリケーションです。はい、念のためなんですが、仮想の環境で動いている状態ですけれども、手元のワークステーションで利用しているのと全く遜色ない、マウスの動きにもかなり追随していますし、それに表現している細部のリアルさというものもかつてないレベルで実現できているなというのを実感しています。はい、ではもう一つ別のものを見てみましょうか。動画編集ですかね。はい、これはですね、Adobe さんの、プレミアプロというアプリケーションです。まあ、映像編集をやられている方はほとんどの方も使っていらっしゃるんですけれども、今映している画面はですね、これは 4K の映像です。で 4K というのは、まあ、ハイビジョンの大体4倍ぐらいのデータが必要なんですけれども、非常に大きなデータを持つのでワークステーションでかなり編集を何枚もわーっとこう重ねていくんですけれども、それが今こういうふうにサーバーの上で動いています。そうですね、これも 4K と聞きますとまたさらに感動が高まってくるんですけれども、まあ、このような負荷の高い処理をですね、仮想的な環境で画像転送によって利用できるということで非常に大きな意味があると思います。例えば、まあ、リソースをですね、集約して、もちろん仮想の環境なのでセキュリティを保ちつつというところがまずあると思うんですが、このようにパフォーマンスよく、しかも、使う端末をですね、選ばないといいますか、私どものレシーバーが乗るデバイスであれば、どんなものでもモバイルの環境でタブレットを使ってもこのような作業ができるというところが非常に大きな意味があると思います。はい、今リモートで動かしている画像なんですけど、まあ、こういったものを軽い端末で動かせるということによって、いろんな使い方が広がるというのはやはり大きいかと思います。で先ほどのデザインリビューでしたら、あれを動かすためのシステムというのは置いてあるところでしか見れなかったんですけども、例えば会社の会議室であるとか、お客様の相手先であるとか、取引先で、そういうところで非常に簡単にリビューもできますし、それからデザイン、設計っていうのは今非常にこう期間を短縮するっていうニーズがあると思うんですけれども、まあ CAD をそのリモートにすることによって、例えば後工程なども前処理と一緒にできる。例えば組み立てのプロセスのチェックである検証であるとか、それからもう随分後になりますけど、メンテナンスであるとか、今まで基本的には CAD のワークステーションがない部署で 3D のデータの活用というものがあまり進んでいなかったかもしれないんですけれども、そういったものが新クライアント、例えばタブレットのようなものでもできることによって、いろんな開発の時間が短縮していって、いろんな製品を新たに出していけるというようなメリットも出てくるんじゃないかというふうに思います。